皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学空間図形の7回目、今回は立体の体積についてお話します。この立体の体積を求めるには公式を覚えてください。公式を覚えてしまえばそれを使って計算できるので、まず公式を覚えましょう。まず丸々柱の体積、ね、なんとか柱、円柱とか三角柱とか四角柱ですね。この体積は底面積かける高さです。底面積かける高さ、これで求められます。教科書ではアルファベットを使って V イコール SH、 このように書いてありますよね。 V というのが体積、 S が底面積、 H が高さということになるんですけれど、この V イコール SH で覚えられちゃう人はそこで覚えて構わないんですけど、 S って何だった、 H って何だろうって思っちゃう人は日本語で覚えましょう、ね、底面積かける高さ、これがなんとか中、この体積なんですね。そしてなんとか水、この水の体積、先っぽがこう尖ってるやつですね。この水の体積は最初の部分は中の時と同じなんです。底面積かける高さ、この後ろにもう一つつきます。かける3分の1と、こうなります。底面積かける高さかける3分の1、かける3分の1は割る3と同じなんですけど、これ掛け算でかける3分の1で覚えちゃってください。教科書は記号を使って V イコール3分の 1SH、 こんな風に書いてありますよね。 V の体積3分の1、それに、底面積と高さをかけると、こういう公式になっています。ではこの公式を使って最初に、三角柱と円柱の体積、次に四角錐と円錐の体積、最後に球の体積を求める公式を覚えて球の体積を求めていきます。まず三角柱の体積からです。底面の三角形、辺の長さ10センチ、8センチ、6センチ、こうなっている三角形ありますね。で、8センチと6センチのところ、角度が90度の印がついています。立体の高さは5センチです。底面積三角形なので、まず三角形の面積を出します。三角形の面積は底辺かける高さ割る2でしたよね。三角形の底辺かける高さの底辺と高さ、これを見つけるにはまず直角のところを見つけてください。ここでは8センチと6センチ、これは直角に交わっているので、ここを底辺と高さにして 8×6 割る2、もちろん ×2 分の1でも構いませんよね。これで底面の三角形の面積が出ます。これに立体の高さの5をかけますと、120となるので、120立方センチメートルというのがこの三角柱の体積ということになります。次は円柱です。円柱の体積、底面の円の半径3センチ、円柱の高さは6センチ、こうなっています。円の面積は半径かける半径かける円周率、公式でいくと πr2 乗、こうなっていましたよね。だからまず円の面積 3×3× 円周率 π ですね。これで底面積出ました。これに立体の高さの6センチをかけます。かける6となりますね。と 54π となるので、この円柱の体積は 54π 立方センチメートルと、こう計算できるわけですね。次はじゃあ水の体積、こちらに移ります。
四角錐と円錐の体積、これを求めます。まず四角錐ですね。底面が長方形です。8センチと6センチ、ね、縦6センチ横8センチという長方形になっています。そして四角錐の高さ10センチになっています。高さは頂点から底面に向かって引いた垂線、その長さになります。まず底面積かける高さかける3分の1ですから、底面積の長方形の面積、縦かける横で6かける8、これに立体の高さかける10かける3分の1と、こうなりますよね。ここで約分できるところを先に約分しちゃいます。3と6が約分できますよね。2816×10 で160となるので、この四角錐の体積は160立方センチメートルと、こうなりますね。次は円錐の体積です。円錐ですから底面は円になっています。円の面積、半径かける半径かける円周率の π ですよね。それに立体の高さ、これを書きます。底面の円の半径は3センチ、立体の高さは4センチですから、まず円の面積 3×3×π かける立体の高さ 4×3/1 と、こうなりますね。ここで約分をしておきます。 12π と計算できるので、この円錐の体積は 12π 立方センチメートルと、このように答えが出るわけです。では9に移りますね。球の体積の公式、これはまず言葉の方ですね。半径かける半径かける半径、半径3回もかけるんですね。かける円周率 π かける3/4、半径かける半径かける半径かける円周率 π かける3/4、公式アルファベットでいくと V イコール3/4πr3と、ね、こうなっています。 R というのは半径ですね。 V 体積は3/4π に半径を3回かけてあげると、これは公式ですね。半径かける半径かける半径かける π かける3/4。じゃあこれを使って球の体積を出していきます。ここに、球の絵を描いてあります。ここからここまで、ここからここまでね、これ6センチになっています。これ6センチって、じゃあ6センチそのまま使えるかというと違いますよね。ここの線が6センチっていうことは、これ直径が6センチですよね。6センチ。球の体積は半径を使いますから、半径はこの半分ですから、半径は3センチ。ということで、この3センチを使います。そうすると、半径 3×3×3×π×3/4、 こうなりますね。でここで約分をします。計算すると 36π となるので、この球の体積 36π 立方センチメートルと、このように計算できるわけです。立体の体積、とにかく公式を覚えてしまいましょう。で、その覚えた公式を使って計算していくと、そうすれば答えが出るということです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
さようなら。